攻撃したら反撃されるぞ。気をつけろ。反応、腕だね。あの腕がエネルギーを集めてる。先にあの腕を何とかした方がいいかも。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。ジョーカー、防御力が下がってる。必殺の一撃が来るぞ。クイーン、攻撃力が低下してるよ。人の声を聞こえる。これだな。死んだふりを。
小ざかし。我が統制はこの世界の真理なり。こいつ、つめえ。神だって言うなら人間を理想に導けよ。それができないから滅ぼすんだろ。自分の存在を誇示するために。だから監視してたんだろ。大衆の反応が気になって仕方なくてさ。そんなとこだろうな。何百年生きてんのか知らねえけど、極めつけの老害だな。どこにもいるよね、こういうの。たわごと。これ、くそ、見えねえ。そんなにこの世界から消したいの？みんな、世界に見捨てられた汝らに、もはや居場所はいずこにもなし。やられるわけにはいかねえよ。私たちが負けたら世界が勝たなきゃ。力が。私ももうここまでなの。統制にはひとかけらの不足も許されない。途中までは面白かったのに、神様と人間だ。
だもんね。聞こえるか、大衆の声が。神に背く何ちらを嘲笑っておるな。人間など欲望の塊でしかない。これでは世界など衰えるが道理。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを味わうがよい。させない。希望の芥を集めた従者か。そのような卑小なるもので我が企みを覆せるわけもない。人間の希望だって欲望だ。そいつをなめんなよ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だろうと屈しない。たった一人になっても立ち上がり、最後まで戦い抜く。そして絶対、絶対に世界を奪い取る。しろっつってんだろ。警察だろ。落ち着いて、落ち着いてください。先輩どうなってるんですか。ダメだ。なんだっけ。怪盗団、怪盗団だ、確か。まだ諦めてないんだ。こんな状況までなんとかできるのか。さすがに無理だよ、こんなの。今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。怪盗団、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 怪盗団に惚れた口か。そうです。ひょっとしてあなたも。まあな。頼んだわよ怪盗団、最後まで私は君たちを信じる。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。一撃怪盗団。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て、負けんじゃねえ。聞こえるだろ、お前がバカにしてきた人間の声が。お前の支配なんて誰も望んでないんだ。そうだろ。負けるな。そうだよ、期待させたんだから。なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気はしない。まだ話終わってねえぞ。そんなこと消されちゃう。
言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。いいぞ怪盗団。世界を創造するのは神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義や信念を貫く。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後の最後で曲げるなよ。一緒にあいつを倒そう。神様よ、愚かな人間が祈ってるぜ。この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。엔딩 아닐까요? 나온다. 아고르다. 아고르 아니야? 사실 끊었어. 설마 광대 소리가 나온다. 모든 거 다 면역인데. 광대 최강 테스트라고? 力を扱い損ねた。愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。제지난번에말한그페르소나있죠모든저항이모든저항을갖고있는페르소나그광대던데네하세요제가그뭐지궁금한거있을때항상물어보면알려주세요제가진짜초반때막사람들이뭐이상한거뭔지몰라갖고가서물어보고그랬어요나줄임말을잘모르거든요그리고방송그거뭐지옵션같은것도옵션내가모르는것도많거든요제가모르는게더많아요아는것보다그옵션도물어보고아れは쓴거대가こんな巨大な力まさかペルソナなのか。ありえねえ。겁나크네광대패스와겁나크네이게광대최고레벨패스와이게페르소나안에서가장강력한패스와예요저게내가저게모든스킬저항이에요저게모든스킬저항이에요만들수도없어요이럴텐데절대만들수없는나도뜻은몰라요저도뜻은몰라요저거인터넷에서검색해보니까1회차때절대만들수없대요2회차때부터만들수있다는데악마의왕대퇴지시대야르ってわけか만든거능력치보니까모든속성다저항저항그냥我が輩らの力と人々の希望すべてを託すぜ決着をつけてやれ。反感효과는있는것같은데내가그때정확히못봤는데反感효과는있는것같았어페르소나가트랙스터라고하던데스티페르소나가는거우바이자타나이페르소나의뜻은모르겠어요전이에요제가이거이게최강기술그렇죠보여요 똑같이청구지라꼭저거만들수있다는데아1회차때부터하려면저게특전인가보군요아니2회차때부터할사람들은저거만들수있는거고2회차때부터
1회차는 특전이고. 그럼 저거 있으면 진짜 게임의 재미가 좀 없어지겠다. 무적이니까. 최강 패스로라는데. 패스로 안에서 존재하는 최강 패스로라는데. 머리에 구멍 났어. 난 という力。この我が、すべての大衆の願いより生まれた神を超えるか。ペルソナは、これが真のスキルだよ。イエチャットのスキルじゃ。저는이제혼자ペルソナ할때スキスキ면대화내용아예안보고진정한 트릭스터. 저게 보물인가 본데? 오, 다카라자네! 나! 모나! 세완이 났다나. 모나짱? 모나? 그쵸. 인간には 세계를 変える 力가 ある. 今は ほんの少し忘れてしまっているだけ。이게엔딩이겠죠？ほい。막힘든데더하라고하는거아니겠지？お前たちのおかげで役目を果たせた。全部。원래페르소나のおかげだったのね。엔딩은인터넷에서봤거든요？주인공이집에가는것까지하던데。그것도친척집에있다가간거였잖아요。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい？진짜그래요。エンディング허무한거。ここも。이거허무하지않았으면좋겠다。もうすぐ消える。帰るとするか。물이これは정지됐다뭐지또있나또있는거아니겠지 그쵸원피스찾으러가야죠초파아메가연다見て。あ、お、물이깨지고깨지면서없어진다。증발하는데。이게엔딩인거같아。이게엔딩맞죠？이게엔딩이겠죠？뭐사람들도없어져？これは全部消えてく。異世界だけじゃない。すべてが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって誰だって。お前。ね。モナちゃん、嘘でしょ。あ、なんかヤゴプロが言って。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。ああ、モルガナ떠난다。사라진다。任務完遂하고사라지네요。이임무를만들완성시키기위해탄생시킨거니까。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべて。だからこそ世界は
無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。사라졌대요. 끝이네. 맞죠? 확실히 끝났네. 맞죠? 나니 暗くなってんだよ. 모나니 笑われるっての. 소위에바 다시 들었어야 되는데 가인님. 진짜 패스나 포 이구로 하고 목소리가 똑같이 바뀌는데. 그 나쁜 놈이 빠져나오니까. 크리스마스 1人か. よくわからないね. このままだと総理不在で年明けだろう。この国大丈夫か。でも指導はないですよ。黒い噂いろいろありますし。どうなるのかな。うまくいくといいけど。信じましょう。お姉ちゃん約束してくれたんだし。こっから先はケンジさんらの仕事か。異世界に入れないのなら、怪盗団もお役御免だな。そっか、もちコロ寂しいね。コービンがこれ俺の夢、魅力5が出るんで、魅力5が出るんで、ちっちゃいんで、モゴタンゲスさらに言うわけだ。ひょっとしてホワイトクリスマス。まだイブよ。クリスマス、すっかり忘れてた。ともかく今は様子見ね。今日はこのぐらいで解散しましょう。明日ルブランに集まって報告を兼ねた最後の会議ってことで。そうするか。ねえ、じゃあクリスマスだし最後の打ち上げしない？いいなそれ。予定のあるやつまさかいねえよな。じゃあ決定。店を貸し切りにできるようマスターを説得しておいてくれ。頼んだぞ。あ、マコトラン単純に、ではまた明日だな。私宗次郎心配だから先帰るぞ。私たちも帰ろうか。내가잠깐멍청하게했던게공격스킬만계속집어넣은게좀좀아쉬워요막디오프스킬섞어놓으면되게좋던데그걸섞어놓지못했네요내가섞어놨으면좀더편하게보스잡았을텐데디버프푸는거나디버프세계를救った英雄がイブに一人なんてね。혼자아니야혼자인가혼자야왜ちょっといい내가마코토한테얼마나꼬라박았는데まずはありがとう마코토한테얼마나꼬라박았는데頼みを聞き入れてくれてこれで世論が変わってくれればいいけど変わるのよね私もそう信じているわ指導は様々な罪を告白した逮捕まではそれでいける問題はその先廃人化事件は異世界との関連が証明できないと有罪は困難実行犯の明智は行方不明証言できるのはあなたたちだけなの率直に言うわ警察に出頭してほしい指導有罪にするにはあなたの証言が絶対に必要でもそれはあなたを表舞台に立たせることになるあなたは一躍
この国を救ったヒーロー扱い。そんなこと警察や検察が許すはずがないわ。あなたたち怪盗団にメンツを潰されることになるから、ね、チェッターいねよ。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかわからない。適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。出頭すればあなたは確実に逮捕される。そしてあなたには前歴がある。警察や検察はそこをついてくるでしょう。逮捕された事実を著しい非行としてあなたの保護観察を取り消し少年院に送致する可能性が極めて高い。あなたを隔離するために連中は怪盗団が英雄視されることなく必要な証言が取れれば満足なの。代わりに仲間の安全は保証されるはず。いえ、必ず私が保証してみせるわ。指導周辺の事件を解明するため私は動く。全て明るみに出すつもりよ。二度と世間が歪まないように。それをあなたも望んでいるでしょう。私とあなたの最後の取引みたいなもの。もう一度お願いするわ。あなたの意思で警察に出頭してほしい。ありがとう。선택지가다가는거네요。そういう気がしてた。거저가없네거저가。あとは私たちに任せて。じゃあ行きましょう。지금나지금봤는데옆에이커플보이죠계속뽀뽀하는데 자동으로막뽀뽀하는데매섭네대사가毎年のことだがやれやれ商売上がったりだ。こんなしみったれた喫茶店誰も来ないだろう。今日はクリスマスだぞ。もう店閉めちまうか。出かける金もねえがな。じゃあパーティーやろ。パーティーなん総次郎、私七面鳥がいい。なかねねえよ。シドアの手下ども、ただじゃお金。人の店をことごとく破壊して行きやがって、いつか請求書を叩きつけてやるからな。そういやお前、ここにいるってことは独り身か？聞いたことないぞ。身内に敵がいたな。なあ総次郎七面鳥。ない袖は触れないんだよ。설마エンディング못보고이대화만막이어서3월22일까지가는건아니지대화만이미닫겠는데이제내비도없는데これで菓子でも買ってこい。パーティーするぞ。よし、七面鳥買って食える。ねえ、足りねえと思うが。이제말할거없잖아요。まあいいか。
見違えるようだぜ。双葉はもう大丈夫だな。おい、お前は最近どうなんだ。そういうことじゃねえよ。怪盗だ、騒ぎになってるじゃねえか。どうすんだ。新島の嬢ちゃんは何か言ってねえのか。あ、いや、マコトも起こしてるわ。マコトがなんか煙かいとったんまりよ。あなたや仲間に何をするか。ハイガスだってちょなろ、ナオロギャコ、適当に罪をでっち上げて、強引に逮捕に動く可能性だった。マコトは首を吹く連絡없어요。コッペミンが？ほんで、マコトが나한테이거선물준건데？내가준게아닌데？どうなんだ？確かに俺は部外者だが、男だってな、辛い時は誰かに頼ってもいいんだぞ。世間はああ言うが、俺はお前らは間違ってないと思う。感謝してる。それの恩返しってわけじゃねえが、3月までお前は俺が守ってやる。なんかムズがゆいな。ま、言えないことは言わなくていいが、俺が味方だってことは覚えとけよ。俺からはそれだけだ。ただいま。おう、おかえり。七面鳥は変えたか。あれっぽっちで帰るか、掃除郎のケチ。それは悪かったね。じゃ、出前でも取るか。マジか、掃除郎愛してる。ピザにしよう。サンタのコスプレしたかわいそうなバイトみたい。かわいそうなって。ま、一人身同士仲良くやろうぜ。이거다버림받은거예요？마코토한테。 다들 口の減らねえガキどもだ。 소지로무나。 아 이 마코토 이 자식 이 아 욕할 뻔했다 이이 X 라고 역할 뻔했다. 마코토도 침묵을 守っていた警察に いよいよ 마코토가 왔어。 警察は 시도議員が 告白した。 마코토 이야기하고 있는데 마코토가 왔어요。 입견する 方針を 固めました。 また, 시도議員に 議員辞職を 求める 声が 相次いでいます。選挙の無効とやり直しを求める全国一斉デモがインターネット上で計画され、一晩でここまで変わるか、すげえもんだな。でもあいつ、メリークリスマス。イベントかな。あ、元気ねえな双葉。何泣いてんだよ、喧嘩でもしたのか。ねえ、リュウジ。んだよ、この空気。あいつは？マコちゃん、どうしたの？いいよ、俺から説明する。おそうせよ。どういうことだよ！国を救った英雄が、少年院で獄中生活。理解不能だ。制度上仕方ねえんだ。気に病むことはない。精一杯掛け合っては見たんですが、私が何か言ったくらいじゃ。くそ、ありえねえだろ。こんなの納得できる？私はできない。当たり前だ。異論の挟みようもないな。取り調べは仕方ないとして、問題はその後の措置よ。前歴とか保護観察とかざけんなよ。もともとやってねえんだよ。指導が真実を語っても全部なしにならないの？それだけじゃ無理。お姉ちゃん前言ってたでしょ、一旦確定した判決を覆すには無罪となるべき明らかな証拠が必要って。証拠ってんなもんどうすりゃ。警察もグルだったって話だし、隠滅されてんじゃねえか。双
パソコンで探せないのか。過信するの万能の機器じゃない。やれる限りのことはするけど、異世界ももうないし。マスター、何かいい手はありませんか。こんな時モナちゃんだったらなんて言うかな。お前ら大したことねえなと笑うだろう。偉そうにね。あいつうざかったけど、いなくなるとあれだな。なんだかんだで結構頼ってたし。人間の希望なんとかしてやりたいが。ねえ、こんなんじゃモルガナに合わせる顔がないよ。正直何すればいいか全然わかんない。でも諦めたら絶対助かんないじゃん。みんな彼に助けられたでしょ。今動かないでどうすんの。なんとかしなきゃダメだよ。下向いてる場合じゃねえ。異世界を使わずとも俺らにできること探せば何かあるかな。落ち着いてじっくり考えてみましょう。死の窮地だって脱してきたんだから、私たちなら絶対なんとかできる。そうだ、やるぞ。俺らのリーダー絶対救うぞ。どうだ。よし、何も知らねえでいい気なもんだぜ。救ってやったのに。いいけどよ。あいつ今頃どうしてんのかな。うん、うん、しかしわざわざ集まる必要があったか。進捗の確認なら携帯でも。みんなで気合い入れるためだ。こっからが大事だしよ。それにたまには顔を合わせて話さないとね。年越しって前はこんな騒ぎじゃなかったわよね。こっちは気引き締めないと。私はお父様の人脈も当たるつもり。すげえ頼れそうだ。これが最後、絶対成功させるわよ。うん、ん、はっ。足りめえだぜ。
く。素晴らしい。でも心の牢獄を脱したというのに、今度は現実で収監されることに、自分の利益よりも他者の幸福を願ったがゆえの皮肉な顛末。けれどそれでいいのです。あなたは自分の意志で正しい道を選んだ。ついに最後の最後まで自分の利のために道理を曲げることはしなかった。あなたが手にした最後のアルカナは世界。誰に流されることもなく、自分の足でこの世界に立つ意志の力です。それは同じ志を持つ仲間たちと共に未来へ向かうための希望のもとになるでしょう。その力を得たあなたはもう居場所なく一人でさまよう存在ではありません。私の役目もこれまで。あなたは最高の客人だった。久しぶり。今日は嬉しいニュースを2つ持ってきたの。指導正義、ついに起訴にこぎつけたわ。おそらく有罪になるでしょう。捜査へのご協力感謝するわ。君の証言とっても役に立った。正直一時は絶望的だった。でも市民運動でメディアが動いて、及び腰だった検察内でも協力者が現れて、公判開始までしばらくかかるでしょうけど、世の中が変わる第一歩よ。ただ罪状は今のところ公選法違反、政治資金規正法違反、それに収賄、十分大騒ぎだけど、正直まだまだ不満。異世界の立証が難しいから仕方ないけど、とはいえ指導は立証前の罪も全て認めてるわ。2ヶ月もかかったけどね。もう一つのニュース、君は今日で釈放になる。そうよ、指導の証言で君の例の事件のことが分かってね。故郷で君が逮捕された傷害事件、無実が証明できそうなの。処分の取り消しは決定的。一足先に自由の身を。あの子たち相当頑張ってくれたわ。被害を受けた女性が見つかって証人として迎えられたのが決め手になった。それだけじゃない、いろんなところから信じられないほどの後押しがあったわ。1年以上も前の当事者を本当に見つけてくるなんてね。正義の怪盗団はいなくなった。あとは私たち大人が社会を正しい方向に持っていく。なんて大人の言い分、信用してもらえるかしら。ありがとう。
でも裁判で君を救えて本当によかった。あんなに嬉しかったの初めて。自分の出世なんかよりも君の未来を守れた充実感っていうのかな、君に生き方まで教えられた気がする。そんなことないわ。そういえば一つ気になってたことがあるの。私の世界にあったお宝って結局何だったの？別にいいけど、取り調べじゃないから。まあ今となってはどうでもいいわ。これまだ誠にも言ってないんだけど、君たちと出会って気づいたの。私の中の一番の宝物は大切な人を守るための正義なんだって。誠からもそれを教えられたのね。きっと指導の件が片付いたら検事は辞めて弁護士になろうと思うの。弱肉強食の組織を変えてやりたいけど、それは別の人に任せるわ。これからは自分より誰かのために正義を貫きたいから。じゃあ私手続きしてくる。あ、そうだ、最後にもう一つだけいい？君の証言では鴨志田の件の後怪盗団を辞めることだってできたはずよね。どうして怪盗団を続けたの？私の考えすぎかもしれないけど、正義のために他人の心を盗んだ怪盗団と自分のために他人の心を操ろうとした大悪と、君と指導の因縁はずっと前から始まっていて、それが今こうやって決着することになった。ちょっとできすぎじゃない？まるで初めから誰かが描いていたみたい。もしかして君最初からこうなることが狙いだったとか。偶然か。まるで神様が君に味方したみたい。本当にいればだけど、私この仕事を通して嫌というほど悪党や罪人を見てきた。でも君みたいな若者がいるなら世の中まだまだ捨てたものじゃないわ。ごめんなさい長々と。あの人をあんまり待たせるのも良くないから。本当にありがとう。じゃあね。よう、待ったぜ。たく、迎えてからでもねえんだけど、双葉が行けってうるさくてな。まあせっかく無罪になったんだ、また何かしでかされたんじゃこっちの立場もねえからさ。家に帰るぞ、寒いからさっさと乗れ。全然すまねえ。今朝起きた人身事故の影響で各線とも現在も大幅にダイヤが乱れており。また事故か。4月の時思い出すな。学校に挨拶に行ったろ、日曜だってのに。あれから時期1年か。今思えば俺もひでえな、あんな物置部屋に一人で放り込んで。まあでもお前はもう、お前いい仲間持ったな。戻ったらちゃんと礼言っとけよ。
おかえり。うん。ナマステー。こらこら、やったな。久しいな。さすが平気そうじゃん。よかった、元気そうで。とにかく座って。つまる話もあるだろう。俺ちょっと買い出し行ってくるから。つーか、うまくいったよな。あの時諦めないで本当によかった。頑張った甲斐があったな。リーダーがいなくなってしばらくはどうしようもなくってさ。でも気づいたの。特別な力とか異世界がなくても現実は変えられるはずって。年明けから1ヶ月ちょっと、俺たちいろいろ駆け回ったんだぜ。私たちだけじゃない。あなたを信じてくれた人みんなだね。おかげでリーダー奪還作戦成功だ。お互い様だろ。ひどい目とか合わなかった？なんかちょっと痩せた？向こうの飯は臭いらしいからな。無理もない。で、何を食った？納豆？草や？それとも通りやん？そういう問題じゃないでしょ。うまい飯なら今から食えるぜ。マスターがパーティーの買い出し行ってくれてるし、パーッと行こうぜ。ようやくみんな集まったんだしよ。みんな一人足りない。そっか、モルガナ。今回の作戦、一番の功労者かもしれないよね。一度は諦めかけた時も、もしモルガナがいたらって思ったの。あいつ諦め悪いからよ。絶対なんか行動するじゃん。いつも私たちを引っ張ってくれた。怪盗団のエンジン部分だったな。なんせ車だもんね。モナ、また会いたいな。お、マスター早えな。呼んだか？モナ！なんでいるの？だって消えたよね。消えたのは異世界の方の我が輩だけだったみたい。はあ？じゃあ何？猫として現実に残ったってこと？目が覚めたらこの姿で渋谷に放り出されてたんだ。全然わかんねえ。生きてんならすぐ戻ってこいよ。だってあんなお別れめいたこと言った後だし、なんか戻ってきづらくてよ。気遣いを覚えたようだな。成長してる。お前らが証人見つけたのも知ってたから首相を待ってたんだ。よく頑張ったなお前ら。我が輩がいなくてもやれたじゃないか。早速上から目線？みんな心配かけてごめんな。あ、抱きつかれる前にシャワー借りていい？